はいどうも、みずきゃんです。今日は俺ちょっとこう友達に誘われて代々木公園のお花見会に、まあ、来たんだけど、まあ、ちょうど俺が3日前にね、まあ、フィッシャーズの M ステにこう関する動画を、まあ、投稿しました。そしたらコメント欄で、いやお前も陰キャなのに、まあ、調子乗んなよみたいな。で、なんかフィッシャーズよりも格下なのに、お前何者申してんのみたいな、そういうなんかコメントがずらーってこう並んで、やたらとこう魚臭かった。で、今日は俺そのことに関して、あ、めちゃめちゃ物申したくて、この動画を、投稿しました。もうはっきり言うとね、まあ、あのなんかフィッシャーズのなんかファンのウオタミってこう呼ばれてる人種の一部の人たちがそういうコメントを書いてることにヘドが出ます。だってさ、フィッシャーズがさ M ステにこう出た時のあの陰キャのお遊戯会とかってある種事実だし、歌もそんなに上手くないってある意味事実じゃん。だってね、それなのにお前なんかフィッシャーズよりもチャンネル登録者数が格下なのに調子乗んなよみたいなこと言ったりとか、あとなんかそのさ陰キャ臭いとか言ってるけど意味がわかんないのね。で、今日はねちょっとそのことに関してものすごく言いたい。俺2日前に朝日新聞にインタビュー記事が掲載されました。で、なおかつチャンネル登録者数16万人なんだよ。で、こうやって代々木公園で即、まあ、お花見会を開いて、で、まあ、いろいろ、まあ、友達たちが集まってくれてる。これで陰キャって言えんのかっていう、まあ、事実な。うん。そのことがまずおかしいと思うし、で、お前なんかチャンネル登録者数お前16万人しかいないのにって言うけどさ、チャンネル登録者数16万人ってめちゃめちゃすごいからね、YouTube の中で言ったらさ。だってさ、もうなんか大半の YouTuber がそれ以下なわけじゃん。でも俺チャンネル登録者数16万人これ視聴者のおかげだよ。で、一部のウオタミたちは、フィッシャーズのこの16万人っていうチャンネル登録者数使ってマウント取ってるのかもしれないけどさ、200万人っていうね、チャンネル登録者数を使ってマウントを取ってるのかもしれないけど、でもさ、まあ、ほとんどのやつだからさ、チャンネル登録者数16万人も満たない。そして、フィッシャーズの威厳を使って俺にマウントを取ろうとしてる。とんでもねえ話だよな。そんななんか民度の低いクソウオタミみたいなやつだからさ、いる時点でフィッシャーズのね、株が下がると思わないのかなって俺は思ってんだよ。で、まあ、4月の30日の朝日新聞のね、社会面、僕、インタビュー記事が、載っております。ぜひ、皆さんね、ご覧ください。で、まあ、今回俺が言いたいのは、朝日新聞にもインタビューが載ったことがないやつだ。そして、ね、チャンネル登録者数16万人に満たないやつだが、俺にじゃあ物申すことがどうなのかっていう話なんだよ。だってさ、コメント欄でなんか湧いてるなんかその、まあ、フィッシャーズの囲い？正直言って、チャンネル登録者数16万人も満たない。で、そして朝日新聞のインタビューも、出たことがない。もう正直そういうやつだが、フィッシャーズの威厳を使ってマウントを取ることのキモさ。正直腹下すレベルだよね。うん。だからそれだからさ、俺は分かってほしいと思うし、ぶっちゃけさ、だからフィッシャーズのさ、M ステにじゃあ出ました。じゃあ M ステでじゃあ何を残した？だって、ただ、俺、フィッシャーズがさ、M ステにこう出た動画俺見たけど、YouTube でね。見たら、高評価600ぐらいしかなくて、低評価1100ぐらいしかないんだよ。みんなちょっとあれはさすがにやばいんじゃないかって思ってんだよね。そんな状況でさ、
よくなんかフィッシャーズをなんか肯定できるなって思うし、あれ見て、あ、すげえ M ステーターだって言って、もうテレビ出るぐらいだったらもう誰もいいよ、正直。な。なあ、だから俺それ考えたら、なんか、ああ、ウオタミって、まあ、ウオタミ全部じゃないけど、ウオタミのなんか一部って、あ、くっそキモいなっていう風に、やっぱ思っちゃったし、もうちょっとなんかさ、自分が好きな YouTuber がやること全部正しくて、自分が嫌いな YouTuber は全部ダメ、やってることは全部ダメだよっていう意識は、俺変えなきゃいけないんじゃないかなっていう風に、思いました。はい。まあ、てなわけで、お花見会場で、動画を撮ってる、水谷でした。それでは、また、じゃあねー。